村くんね。タチトです。中村タチト27。タチト何をしてるの、お仕事は。とフリーターで、うん、フリーターで。でこれシャトルイートって何なの、流行ってんの。まあちょっと話題になったので、うん、僕もちょっとやってみようかなと。話題なんだ。たのがあったんですけど、どういうの全然知らない。20メートルシャトルランは分かりますか。まずシャトルランってあるよね。こうあいなんかこう間と間を走るみたいな。そうですそうです。ね、あの20メートル距離があって、うん、とレミファソラシドの音の間に20メートル走って、うん、それが連続しているので、うん、学校の体力測定とかである競技なんですけど、このシャトルイートっていうのは、うん、あの走るんじゃなくて、うん、お菓子を食べるんですよ、うん、ほう、なるほど。走る代わりにお菓子を食べると。そうですそうです。3、2、1スタート。1本目。うわ結構大変じゃんこれ。うわ早い。これ結構きついねこれ。あ、もう行かなきゃいけないんだ。2本目。うわタチト早い。早い。タチト早くない？あ。3本目。あ、え、これ18とかいけんのこれ？いや。4本目。あ、でも春日さんが早くなってきた。あ、春日が慣れてきたかな？うん、タチト早いな。まだいける？5本目。あ、ちょっとフライングじゃない春日？大丈夫。焦ってない数が。タチトすごいね、食べるスピードが。6本目早いですね、入れるまでが。なんかあの噛むのが早いよね。うん。33だったね。春日34も35もクリアした。うん、すごい。タチと春日ってここまでやると思った。思ってなかったですね。さすがっすね。タチとお前見た目がちょっとチャラいけどめっちゃ正直なやつだな。